私の、はい、初めてのソロアルバムになるんですが、はいはい、そのソロアルバムに、そのオランダの作曲家の、はい、ヤコブ TV という作曲家の、はい、作品だけを集めたものを、はい、作ろうと思いまして、はは、そのヤコブ TV の作品というのはもう昔、まあ、6、7年ぐらい前から、はい、自分が演奏活動を始めた時からずっと演奏している作曲家なんですけども、はい、個人的にも大変好きな作曲家だし、はい、もっと広く聴いてもらいたいと思って、はあはあはあ、その人の CD 曲の、使った CD を、撮るというふうに、去年、思ったんですけども、はい、それで録音は去年済ませて、あ、そうですか、で、はい、今回そのサクソフォン、まあ、私一人のアルバムなんですが、はい、サクソフォンカルテットの曲とかも収録しまして、それは全部多重録音を一人でしたので、はい、編集作業など結構時間がかかって、あ、そうですよね、発売が、はい、やっと5月の15日になりました。レーベルは、ジパングっていう会社ですよね、はい、ジパングプロダクツという会社で、現代音楽の CD、ロスコとか、はい、ロスコさんとか木の脇道元さんとか、そういった方が CD 作られてたりとか、あと他にもジャズとか、はい、ワールドミュージックとか、そういった幅広い CD を作って出されてるんです。ユニークな会社なんですね、割と。そうです、ね、あ、そうですか、はい、そしてそれで今度のその CD でイベントをやられるわけですか、はい、5月10日でしたっけ、はい、5月10日に、その CD の発売記念コンサートと、あ、そうですか、いう名前で、はい、渋谷の、アクタセルマージャパンという楽器店なんですけども、はい、セルマ、サクソフォンのセルマの、輸入総理大店の、道玄坂の方ですよね。あ、そうです、はい、はい、そうです、楽器屋さんのスタジオを見た、はい、ホールですか、はい、6階建てのビルの一番最上階のホールが、そうですか、50人から70人ぐらいの、はい、まあ、小さいところなんですけども、はい、そこで、はい、行います。あ、そうですか、はい、その今 の CD のプログラムでなさるわけですね。その収録の中から4曲ほどを演奏します。はい、はい、で今回そのサウンドプロデューサーとして関わっていただいているエレクトロニクス の有馬スミスさんをお迎えして、そのヤコブ TV っていうその作曲家の作品が全て、はい、サウンドトラックとサクソフォンのための作品を収録してますので、有馬さんにその音響、エレクトロニクスを担当していただいて、あとライナーノートを書いてくださった、はい、小沼純一さん、はいはい、にお越しいただいてトークなどを挟みながら、それが5月の10日のイベントなんですね、はい、ああ、そうですか。また来年じゃなくて秋にからも新しいシリーズも始められるんですね。はい、ホライズンというシリーズで、ホライズン、はい、はい、岡村&カンパニーの、企画というか主催のコンサートなんですけども、はい、私とあともう一人、所属しているギターの松尾俊介さんと、はいはいはい、2人で、ソロのコンサートを2回ずつ行うという趣旨なんですけども、オペラシティの近江学堂ですね、はい、ですはい、私は、ソロで行う回と、松尾さんとデュオでギターで、そうですか、そういうのも今後起こってくるわけですね、はい、そういったコンサートを2回行います。あ、そうですか、はい、でもともと大石さんはパリで学ばれたんでしたっけ。はい、そうです、パリ国立高等学院で、はい、クロード・ドラングル教授、サクソフォンの先生ですけど、はい、に師事をしました。サクソフォンといえばやっぱりパリは一番の牙城ですよね。そうですね、やはりクラシカルサクソフォンはパリで発達していったっていうのもありますので、そうですね、まあ、はい、学校も伝統もありますし、はいはい、やっぱりフランスは上手い人が多いですね。あ、はい、で帰ってみら来られてから B2C のコンサートに選ばれたんじゃなかったでしたっけ、はい、2008年に第100回目という、あ、そうですか、はい、そうです、170何回ぐらいまでもう続いてると思うんですけど、はい、ちょうど第100回目に、はい、それに出演させていただきました、はい、あ、そうですか、へえ、はい、いろいろ、まあ、でもこれからも活動どんどんされることが素晴らしいですよね、はい、ありがとうございます、まあ、現代音楽という割とは自分はフィールドでやってるんですけれども、はい、まあ、東京弦音計画っていうグループで、あ、東京弦音生活計画でしたね、はいはい、はい、そちらのグループで、まあ、年に2回を
コンサートをベースにやったりとか、まあ、個人的にも、その先ほどのホライズンとか自分でもいろいろコンサートを、はい、どんどん企画してやっていきたいと思ってます。じゃあ今後の活動も末広がりで、そうですね、大きくなっていきますね、末広がりになるように、はい、いろんなアイデアが出して頑張っていけたなと思っております。いやでも計画を進めていくにはなかなかいろいろ難しい問題もありますから、そうですね、やっぱり続けていくっていうのがなかなか、そうですね、はい、でもやっぱりそれを超えて次々と乗り越えていかないと前には進みませんからね。そうですね、はい、いやもう若い時にはいろいろそういうことなさるといいんじゃないですか。はい、そうですね、若いうちにしか、まあ、もうそんなに若くもないんですけど若いうちにしかできないようなことに、はい、果敢にチャレンジできたと。そうですか、はい、東学園大学で現代音楽を演奏する演奏会実習ゼミっていうのをやってるんですね。でサクソフォンの学生だけじゃなくて、はい、いろんな楽器とか、作曲系の学生とかとコンサートをやる、まあ、実習の授業なんですけども、はい、それを先祖学園音楽大学で週に1回やってるんですが、まあ、それを学生と一緒にコンサート、まあ、授業の一環としてやったりとか、はいはい、今年はその東京芸音計画と、はい、合同でコンサートやったりとか、だから、まあ、プロフェッショナルで活動している私たちと学生の実習っていうのを合わせて、まあ、なんかそういったことコンサートやったりとか、はい、最近は それは大変興味深くて面白く、はい、やってるんですけど、ご自分にとってもあれですね、刺激的な、そうですね、いろんなやっぱり学生が集まるし、特に作曲系とか音響デザイン系の学生というのが多いクラスになってまして、ああそうですか、もう学生それぞれがいろいろ持ち寄ったアイデアとか企画を持ち寄ってコンサートを作るという形で進めてますので、大変面白いです。ああそうですか、はい、へえ、あれですか、回数も月に1回ぐらいは、週に1回ですね、毎週1回1時間半の授業で、はい、年会30回っていう授業のコマ数でやってますので、まあ、基本年に2回の学内コンサートと、1回の学外コンサートの柱にコンサートやってます。あ、そうですか、はい、ぜひ学内コンサートはなかなか外に情報が広がりづらいっていうのもあると思うんですけども、でも公開されてますので、はい、ぜひいらしていただけたらと。そうですか、それ何か広報されて、そうですね、まあ、インターネット上とかでフェイスブックでそのゼミのクラス、ページがあったり、私のホームページ上とかでも告知してますので、もしも、あ、そうですか、はい、じゃあ参加したい方は行けるわけですね。あ、そうですか、はい、あとサクソフォンの方では東京芸術大学で非常勤講師なんですけども、この春から行って、はい、まあ、サクソフォン指導というのも、はい、しております。はい、芸大では、サックスの、まあ、現代音楽というのを教えるという。あ、そうですか、はい、ちょっと新しいタイプの、はい、それでもどうなるかな、それこうというか、一応表向きは普通の非常勤として言ってるんで、まあ、ひょっとしたら、まあ、普通に普通に言わない、フレコというかあんまり宣伝をしなくても言うことかもしれないですけど。あ、そうですか、はい、